こんにちは。テクニックが大好きな皆さんに送るテクニックマニア。なるほど、基礎講座を担当しますテクニック小川です。どうぞよろしくお願いいたします。では前回の答えからいってみましょう。前回の質問の答えですね。前回はですね、この棘上筋の棘という字は一文字で何を表すでしょうかというところなんですが、これはですね、尖ってるところという意味なんですね。で、この棘上筋のこの棘の部分ってなんか尖ってる感じしませんか？ですので、この肩甲棘、肩甲骨の尖ってるところなんで肩甲棘というふうに言うわけですね。そしてこの棘の上にあるから棘上筋、棘の下にあるから棘下筋というふうにあるわけなんですね。このようにですね、体の部位に応じてですね、この部位の形に、紐付けてですね、この一文字で表すということがですね、解剖学上よくあります。例えばなんですが、この、かという字ですね。かという字、これはですね、くぼんでるとかそういった意味なんですが、これはですね、これも、例えば体の部位の中で、膝下とかですね、膝下というのは、膝の裏ですね、膝の裏。で、腋下というところもこう、こうですね、腕の、くぼんでるところですね。こちらも、こういうふうにかという字を使います。あと例えばこの素面ですね。この素面に関してはザラザラしているところということになります。これは頸骨の素面とか、いわゆる骨のザラザラしている部分っていうのを素面というふうに言うわけなんですね。ですので、このようにですね、形に紐付けた名前というのがついているので、この素面やか、そしてこの棘というところはですね、尖ってるだったりとかくぼんでる、そしてザラザラしているというふうにイメージして覚えると覚えやすいわけですね。いやー、勉強になりましたね。さあ、では今回のテーマ行ってみましょう。今回は、上腕二頭筋なんですね。それでは筋肉の走行から見てみましょう。どうぞ。はい、では上腕二頭筋の、筋肉の走行ですね。まあ、上腕二頭筋はですね、いわゆる力こぶを作る筋肉なわけなんですけども、こちらはですね、肩甲骨から始まって、そして、前腕ですね。前腕の、頭骨に、つくというのが特徴的になっています。上腕二頭筋はですね、その名の通り、二頭筋、つまり二つの頭を持つ筋肉というふうに言われています。ですので、この起始の部分がですね、二箇所から始まるわけなんですね。そのうちの一箇所、短頭の方を見ていきましょう。まず担当の起始というのがですね、この肩甲骨の右後頭筋ですね、右後頭筋になります。はい、担当腱ですね。担当腱はこの右後頭筋から始まりまして、そして停止がですね、この前腕の頭骨側面ですね、頭骨側面に付着をしていきます。このように頭骨側面に付着する部分と、あとですね、停止の部分がもう一つがですね、前腕筋膜ですね、前腕筋膜に付着しているという二つのところがあります。このもう一つはですね、一つは頭骨についてるんですけども、もう一つはですね、筋膜上につくので、骨に片方はついていないんですね。そこのところもポイントになってきます。はい、続いて長頭腱ですね。長頭腱はですね、この肩甲骨の関節上結節というところについています。はい、このようにですね、関節上結節から始まり、で、この、大結節と上結節ですね、上腕骨の大結節、上結節の間の結節間溝を通っていくというのが特徴的なところになります。はい、そしてですね、長頭腱の停止部は同じようにですね、この頭骨側面ですね、頭骨の側面と、そして、同じように筋膜の、ところにですね、付着をしているというふうなところになります。まあ、今回はですね、こうテープで重なり合うようにしましたが、実際の筋肉はこの重なり合ってるわけではなくですね、付着部は1個になってるわけですね。停止の部分は1個になってるんですが、起始に向かって途中で二股に分かれていくというのが特徴的なところになってきます。はい、では続いてですね、上腕二頭筋の動きに関してですね。上腕二頭筋はですね、この力こぶに代表されるように、この肘の関節ですね、を曲げるのが主な動きになってきます。ただですね、実際はこの肘だけでなくてですね、この肩の関節の動きもあります。ですので、見ていきますと、まず、肘のクッキク前腕の開会肩の屈曲肩の水平内転この4つの動きになるわけですね。ただ、主たる動きというのが、肘の屈曲の動きになってきますので、この肩の動きに関しては、まあ、少しの動き、まあ、少ない動きというふうになっています。肩はどちらかというと三角筋ですとか、そういったところですね、棘上筋とか、そういったところが主な、動きの、ところになってくるわけですね。
で、この上腕二頭筋の動きを覚えるときに、すごく覚えやすい方法なんですね。それは何かというと、この肘の動きっていうのもわかりますよね。ただ、海外なのか海内なのかよくわからないというふうな方が結構多かったりします。ただですね、これは、いわゆるマッスルポーズをとってみてください。マッスルポーズを取るときって、どっちにしてます？海外にしてますよね。つまり、海外をする。そして、この、肘を曲げる。ということで、この上腕二頭筋というのが最大短縮をするわけですね。で、そうするとですね、この力こぶというのが目立ってくることがありますので、ボディービルダーの方はですね、必ず海外をしてから屈曲していくわけです。ですので、この筋肉ですね、の動きを覚えるときには、海外して屈曲。マッスルポーズをとってみてください。で、この上腕二頭筋、構造上ですね、非常に痛めやすいです。何かというと、先ほどの結節関節というところが、ありました通り、この肩の構造上ですね、二頭筋の、二つに分かれている部分というのが、腱が細くなっているわけですね。ですので、そこの腱が、擦れてしまって、骨との、間ですね、擦れてしまって、そこが炎症が起きてしまって痛めるというところもありますし、いわゆる五十肩と言われているですね、肩が痛めるのも、この、上腕二頭筋の長頭腱でないかというふうには言われているわけなんですね。そういうですね、人間は手を前にしてですね、そして、こう引き寄せるように、体に引き寄せるような形で、いろんな動きというのをしていきます。ですので、人間にとってですね、この上腕二頭筋というのは、なくてはならない筋肉なわけなんですね。で、それだけ使っているということはですね、そこに対してですね、やっぱり傷がついたりですね、こう問題を抱える人っていうのは非常に多くあるわけなんですね。はい、それでは質問のコーナー行ってみましょう。では今回ですね、上腕二頭筋というのはですね、二関節筋、いわゆる、肩の関節と肘の関節に、をですね、まとぐ筋肉なわけなんですが、このですね、肩の関節というのは非常にこう自由度があるにもかかわらず、肘の関節というのは一方向しか動きませんよね。なぜこのように自由度にあるあの関節と一方向にしか動く関節になっているのかというところですね。で、肘関節が一方しか動かないっていうのはある理由があるわけなんですね。その理由とは何でしょうかっていうところですね。今回の答えは一つではないかもしれません。ただですね、この上腕二頭筋に関連してちょっと考えてみてください。では次回はですね、上腕三頭筋をお伝えします。ではまた次回お楽しみに。バイバーイ。